最近は退職代行という言葉を耳にするようになったと思います。皆さんの中にはこの退職代行、なんだ今の若い人たちは退職届を上司に出すことすらできないやつがいるのか、そう思われる方がいらっしゃるかもしれません。しかし長島ホームコンサルティング行政書士事務所では、この退職代行に総合的なという枕言葉がつきます。総合的な退職代行に取り組んでおります。まあ、会社に上司に退職届を出すだけでなく、きっちりと例えばモラハラパワハラの慰謝料あるいは和解金を請求する、そのサポートを行いますけれども、例えば仕事を与えない、膨大な量を仕事を与える、あるいは無視をする、暴言を吐く、そして中には例えば CC メールで多くの従業員に対して分かるようにメール上で共有して叱責をする、これもパワハラにあたります。そういう判例があります。ですから何がモラハラパワハラセクハラにあたるのか、しっかり一緒に考えて会社に対して慰謝料和解金を請求するサポートを行います。最近もこういった事例がありました。ある女性の方、大手の企業にお勤めの女性の方です。モラハラパワハラセクハラにあった、弁護士のところに相談に行った、しかし料金が高い、あるいは丁寧に話を聞いてもらうことができなかったということで、うちの事務所に来ました。このモラハラセクハラパワハラを立証するためにメール、LINE のやり取り、あるいは診断書を取り揃えて、内容証明郵便、あるいは刑事告訴状、あらゆる手を尽くした結果として、その女性の方は企業そして加害者から数百万円単位の和解金を獲得することができました。会社を辞めたいな、どうしよう、飛ぶ鳥後を濁さずでこのまま黙って去るか、それとも会社や加害者に対してきっちりと責任を取ってもらうか、迷ったら長島ホームコンサルティング行政書士事務所、ぜひご相談いただきたいと思います。